ませんね、あなた。はいはい。とうとう来たわねって。来ましたね。ここに住んでるわね、私たちも。あの、割と歩いて20分ほどで、我が住んでいるところに着くんだけど。そうですね。よっこいしょ。でも、ねえ。やっとこの街で演奏できるのね。ね、そう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 。ちょっとよかった、皆さんありがとう。もうね、奉納の気持ちだったね、私は。奉納よ。だってね、ここから、このアルカから、ほんとちょっとぴょ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 っと歩いたらね、氷炭山稲荷神社が。ね、もうすぐそこですね。ね、あるわね。あなたマイクもないのに、偉いわ、喋って、大声で。頑張ってちょうだい。ちょっと声張ってね。あ、ちょっとこう。ピカしすぎて目が回るの。よいしょと。あなた話つないでちょうだい。なんで俺地声で。地声で頑張って。そうそうそう。もう地元出身、もう一応ここ地元出身なんですよね。そうね。もう氷炭山でね、こうできるっていうのは、ね。ここで生まれた。そうそう、ここで。育った。生まれ育ったね。生まれ育った人がね。じゃあもう自分の奉納みたいなもんでもあるわね。なんだかよくわからないけど。でこんな素敵な場所があるってね、ちょっとね、本当にありがとう。本当は本当に来た時に、あ、よかったここで。どうでよかったね。うん、店主の方もですね、あの光物が大好きなので、至る所に光ってます。今日私たち自身も光っていきましょう。はい、それじゃあ行きましょう、あなた。はいはい、星と星の間、インターステラー。あなたと、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 私。Thank you.
ね、ね、曲を、ね、曲を、ね、はい、あ、じゃあちょっと紹介しておきますね。私たちはエレクトリック・トラベラーズというユニットなんですけれども、シンセサイザーは片山富夫、どうも、そして私テルミンと歌はフェイトン。いやー、今日はね、なんかもうひょうたんがいっぱいで嬉しいの私。ね、いっぱいですよね。そう、さっきのね、ひょうたん総研さんもね、ひょうたん総研さんすごかったね。ひょうたん尽くし、あの最後ちょっとね、猿に取り憑かれた人がいたのすごかった。あの方のね、ひょうたんなんか猿に食われてしまった、あ、そうなんだ、こうかじられたとかね、あとやっぱりその、なんか思いが、もうなんか何の思いかわからない。入っちゃったね。入っちゃった。猿がブワー入ってね。私ちょっと怖かったわ。恐ろわれるかと思って。私もあのひょうたんを育ててるんですけど、猿怖いわ。怖いね、まあ、うちのね、ひょうたん山は猿はいないわね。見たことないな。ただイノシシはいるらしいわ。見たことある。あるの？イノシシあるよ。ほんと？あとタヌキね。あ、タヌキはね、結構のんびりとね、ちょっと、あ、ちょっと話しつないで、え、何何話しつないで、あなたが話しよ、ね、まあ、いいの、大丈夫、え、大丈夫よ、大丈夫、まあ、まあ、まあ、あの、私たちは CD をね、ちょっと出しちゃったのね、出したね、去年の8月8日、それもね、ひょうたんの88の日にね、何でも合わせるよ、ひょうたん意識してなかったよ、ね、意識したの、私は、したんやそうなんや、私だけ意識したの、やっぱりね、あの、うん、彼女たちと一緒で、私もひょうたんがやっぱり愛しい、ね、でもあのひょうたん総研の人たちはね、異常よ ね、 思いが半端ないもんね、思いがもう途切れない、ね、半端なしの異常な愛情、ね、いや、素晴らしいよね、博士の異常な愛情みたいな ね、 ね、私たちも異常な愛情で、じゃあ次の曲いきましょう、あ、その CD の中の私たちも異常な愛情、愛情ないわ、はい、はい、大丈夫ごめんなさい、そこ切り取らないでください、そしたら1曲ね、アテルミンっていう楽器をね、今日は、あなた、皆さん聞いて、今日はテルミンの博士の生まれた日なんだよね、だからテルミンの日なんです、さっき情報いただいて、全然テルミン愛がないわね、私ね、ひょうたんの方ばっかり集中してますからね、ひょうたん大集中してるから、まあ一つのことしかね、テルミンさんね、そう、誕生日らしいのよ、ね、だからまあそういうのも奉納というかね、いろんなことを思って浄化させていきましょう、じゃあ1曲いきましょう、はい、グリーンフィールド、おThank you.
グリーンフィールドでございました、はい、ですね、今日はせっかくこんなにたくさんこうね、私が穴を開けに開けまくったひょうたんを持ってきたので、ちょっとねひょうたんについての説明もしたいなと思うのですが、いいかしら。なったんで、まあ、先ほどの、ひょうたん総研の方たちは、育てて楽器を作るというのをね全員がやってはったんですけどね、私は、この子は自分で去年育てたやつなんですよ。あとの子はねちょっといろんなところからね手に入れたものを穴開けたんですけど、まあでもね、まだ私も栽培して1年目なので、今年もね結構いろいろなね面白い形のひょうたんが、育ってきたので、来年は皆さんの前で全部自分のやつとかねできたらいいなと思うんですけど、なかなか一つ開けるのがね結構ね夜中とかねうるさいでしょ、私がジン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 ドリルの音とかね、それ音楽にしたらいいんちゃいます。でドゥイン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 チッ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 チみたいな、あ、いいか、まあそう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 、で、このカラーのついてるとこはレジンをね、入れたりとかね、蓄光がすごいすっごい光るものが好きなので、とにかく光るものが好きなので、この頭にね蓄光のビーズを使ったりとか、体の中に蓄光さんを埋めたり、いろんなものが入ってるんですね。ラブラドライトが入ってたりとか、琥珀が入ってたり、琥珀って普通は虫が琥珀に閉じ込められるんだけど、ひょうたんが琥珀を閉じ込めちゃったみたいなね、こういうなんかこう素敵な妄想、いろんなこと考えて作っております。はいはい、で、ひょうたんいろいろ作ってるけど、シンセ男子がたくさん、私お友達がいて、シンセ男子に、これ例えばこの子は月夜の潜水艦っていう名前なんですけど、月夜の潜水艦っていうマコフェイの曲があって、白マコさんっていうシンセ男子にですね曲を作ってもらったりとか、これはねアンモナイトなんですよ。でフチンっていう曲が私のあって、山田さんダブロックさんにね曲をこうリミックスしてもらったりしてもらってね、そのねライブを1月29日来年なんですけど、シンセ男子を集めてね江南山手の神宮っていうところで、やります。これ生で演奏しようと思ってるので、よかったらすごい先の、はい、すごい先のことですが言っておきたかった。で次の曲はね、その中でじゃあ今日はせっかくうちの主人がですね、あ、主人ですって、まあ、主人を連れてきたので主人と一緒に作った、まずはじゃあフロンティア、あ、フロンティアはねあっちの、あれ、あそこにいた、あの下の方にいるね、あれ私が一番最初に穴を開けた、ひょうたん元年っていうかなんですね。8年前に買ったひょうたんをやっと穴を開けて、でも最初だからもうわびさびもなくただただ開けたっていう、可愛らしい、煙も出てきました、なんかもうすごい、そう大丈夫みたいな、あなた大丈夫。さあそんな中で一曲聴いてもらいましょう、フロンティア。Thank you.
途中で私がすごく一国堂になろうと思ってはぁはぁってやったんだけど、あまり伝わらなかった急に一国堂憧れと思ったんだけど、どうしたのかしら、何か取り憑かれたみたいあの藤子さんが猿に取り憑かれたように最初今何かに取り憑かれていた、うん、でも取り憑かれたぐらいの感じで私はあの氷炭に穴を開けたんですよね。本当にね、急に開けて急に目覚めたっていうか、それまではただただあ光が好きだったんですよね。こういう感じのもう何でもライトが好きだったんだけど、あこんなに綺麗に放つ光を放つものがあるんだと思って自分でやってみようと思ったら始めちゃいました。何かやらないと始まらない、うん、そういう意味でフロンティア、開拓者っていう感じですね。はい、じゃあ次の曲はね、もう一つこれ見えるんでしょうかね、皆さん見えないね、俺の影、俺の影だね。じゃあこっち持ってこよう、はい、あ危険、はい、危険だわ。ここはどうかしら、みんな見えるのかしら。あ、じゃあここにしたか、大丈夫それ、うん、できるのかしら、演奏がよくわからない。でもこっちの方が大事なんでこのひょうたんは、リュウグウノツカイという名前をつけました、うん、一面にこうリュウグウノツカイさんっていうね、深海の魚がいて、深海魚だけにあの真っ暗闇の中にいて光ることもないのですが、今日はそういう生き物に光を入れてみたいと思います。じゃあ聞いてください、リュウグウノツカイ。
そしてやがて大きな歯を広げて手を伸ばして、いつか大きな実を攻めて、私は光を放つよ。来たわ私。あ、そう。すべて朝早くに水をあげて、夕方になったらまた水をあげて、毎日歯のチェックをして、あの3人もきっとそうしてる。ちょっとでも茎に傷が入ったら、ああよしよしって言って、アイラはね弱いんですよね。弱いのよ、ひょうたんが。あのね、臭いのもあるんだけど、確かに臭い、臭いのもあるけど、もう弱いのよ、臭くて弱い。いいとこなしに感じるけど、大丈夫よ、愛の力があれば、ね、今日はね、本当にあのひょうたん総研の皆さんと私とも合わさって、ものすごい個人的な奉納演奏だと思う。皆さん、それ個人的な放送、放送じゃない、奉納演奏ですね、見ていただいて本当にありがたいと思います。そう、先ほどね、あのキーさんっていう真ん中でね、歌を歌ったりしてた方、キーさんと言ってたんですけどね、12月になったら収穫祭をね、したいなってね、やりましょうって言って、皆さん収穫祭に来ませんか？あのアルカで、アルカさんさえよかったら、ここで収穫祭、あの再度演奏会みたいな。あ、本当ですか。いや、ライさんありがとう。ねえ、あ、どうぞ喋ってください。ひょうたんって、今から取って水につけて、うんうん、で乾かすんですね。でなんで川になるのが年末ぐらいとか11月ぐらいなんですけど、見せ見せ会っていうのが、見せ見せ会、こんなのができたよ。自慢会、見せ見せ会、自慢会。見せ見せ会に、なんかひょうたん型のお菓子とかを出して、あ、いいわね。いいと思います、いいと思うわね、皆さん。もう強制的に私たちのひょうたんを見てっていう、まあ見せやっこ会でもあるし ね、今から皆さんちょっと難しいけど、来年は育ててみようっていう人、あ、なんていいことを言うの、キーさん。
種プレゼント付き来年は自分もやってみようかなみたいなねそうね、せんなりだったらいけそうね。これとかね、やっぱちょっと大きいのは難しいかもしれないけど、チャレンジしてもいいかもね。ね、いろんな種をあそうとあそうと種とかね、いいわね。キーさんありがとうございます。いや、今日はなんか私ものすごいテンションが上がってるのよ、ねね、うん、なんかもう個人的にアゲアゲ、うん、まあまあそんなね、あのイベントもこうやろうかなって、うん、ライさんありがとう、いいんですか。何が。いいんですね、12月に。何でもいい。あ、何でもいいと。すごいすごい。何でも何でもいい。あ、じゃあ12月に予約しておきましょう。やろうよ。やったはい、じゃあ皆さんもね、ぜひ来てください。はい、じゃあインフォメーションは終わりということで。あ、でも似合うなった。え、なんか告知なんかどうぞ。インフォメーション、ね、すみません、9月のですね、19日にですね、まあ、新世好きの人にはたまらないですね、新世ランドっていうのをですね。新世ランドって、新世ランド、そうそうそういや、ね、そう、新世ランドで9月19日に、南方、西中島南方の、D3 というところでですね、まあ、12時から、夜7時ぐらいまでなんですけども、すごい懐かしい新世とかドーン並べて、それの、まあ、座談会やったりとか、まあ、そういうなんかちょっとイベントみたいなのをするんですね。でそれもちょっと僕もなんか機材説明なんかでちょっと喋ったりとかするんですけど、よかったら、まあ、お時間あれば見に来てくださいということで、はい、また告知の方またしますんで、はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。なんか私的にはないあ、ないけど、まあ入り口にちょっとひょうたん作ったのを売っちゃったりなんかしようかなとか思ったりしてるんで、よかったら持ち帰ってこのように光を入れてみたいなっていう人は、ライト付きなんだけど、このくるくる回るライトではないんです。でもこういう虹色になって、ただ光をバーッとさせる。今ね映ってないんだけど、白い壁とかね、天井だったらものすごい綺麗なので、ぜひよかったら。あと CD とかもね、エレトラも私のソロも、まあ、いろいろ本当にたくさん作ってきたわね、この30年間ぐらいね、うん、30年あ違うかな。あ、そうか。いやイチャ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 してるんだ。いや、あなたったらもうい, いわね、愛ある限りよ、あ、限りだからね、あなたイチャイチャしましょう。さ、それじゃあじゃあ次の曲はそのアルバムの中に入っています2曲をね、続けて、ちょっとどぐらい世界にどんどん深い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 穴の中に落ちていきましょう。いきましょう。Thank you.
Thank you.
すごい。でもね、このテーマはね、アトランティスなの。だからね、今落ちた時になんかうって思った。アトランティスってね、なんかこうこの曲のイメージが最後は物が崩れて、こう栄枯盛衰っていうの、繁栄した都市の壁やなんかこう家が崩れていって海の底にコーンと落ちるイメージだったんだけど、落ちたった、落ちてしもうたわと思って。もう元気でいてくれればそれでいいのよ。いや、物はね、壊れるからね、壊れたらまた作ればいいんだわと思ったりするの。だから、なんか今、してやったりとか思った。ありがとう。深海という曲とアトランティス2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。もう最後じゃないの？最後だわ。って、なんかテレフォンショッキングみたいやね。フルやっぱあれは、私ね、実を言うとテレビを見てないんですよ。違うの、あの電波が困難だね、山の上に行って。そうそうそう、ちょうどね、あの生駒の影になって、生駒のね、影でね。で、なんか、だから NHK の時もね、あのすいません、うち電波入れる、あ、わかりました、大丈夫です、すぐ断られたもんね。ね、うん、受信料払わなくていい。受信料払ってないの、堂々と払ってないのね。3年間ぐらいテレビを見てないうちにね、なんかすっかり世の中には取り残されながらも、まあ見ない方がいいこともあるわね、うんうん、と思いました。さあ、最後の曲です。今日はなんかもう思い残すことはないかしら。ひょうたん表現、ひょうひょう、ひょうたん総研、ひょうたん総合研究所。ものすごい長く噛んじゃった。エレトラ、エレクトリックトラベラー。そして今日本当にね、あの突然なんですけどね、 PA してくれました政治家、ありがとう。そして、ライさん、マリアさん、ありがとう。ゆうきさんか。こんな素敵なところでまたやりましょうね。あなた、やりましょうね、ね、はいはい、いつまでも仲良く。いや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 、今日はそんな感じで楽しいわね。さあ、じゃあ最後の曲に行きましょう。何？意味言わなくていい。何の？え？何の意味？そういう返しが。イチャイチャする。分かったわ、意味って何か分かった。そう、あのね、そう、次の曲がですね、もう最後なんですけど。最後の曲でね、あの。ライブでは久しぶりにやるのかな。すごいライブ久しぶりね。ね、HTY フライト。フライト。HTY って何かというと、ひょうたん山なんですね。おお、ひょうたん山をみんなで今から飛んでいくわっていうイメージのね、うん、飛んで帰っていきましょうっていう感じですよね。あなた行きましょう。よいしょ。いや、今日はどうもありがとうございました。